じいさんの頭の中をこうくすぐっていろんな話を聞くことで、まあ、おじいさんの頭の中は有形ではなくて無形の情報とかも、そこで共有できて、例えばそういうのをまた、いろんな場所で、共有するっていうことは一種のそのつながりを作れるんじゃないかなということを、理解とか相手を他者を理解するっていうようなこと、それは世代を超えたり場所を超えたりっていうこともできると思うんですけども、なんかそういうひな形が今回、この時やった時になんかピンときて、あ、これやったら面白いんちゃうかなっていうのが、きっかけです。なるほど。まあ、そこで公開し、またその今は出張でその人